こんにちは、元気ママキッチンへようこそ。今日はスパイスで美味しいチキンカレーを作ります。まずは玉ねぎを繊維に沿って薄切りにしていきます。でもこれは別にみじん切りでも構いません。生姜は親指大ぐらいかな。私はよく洗って皮ごとみじん切りにしています。ニンニクは包丁でえいっと潰して、それから皮を剥くと剥きやすいです。そしてみじん切りにします。トマト1個は1センチ角に切ります。本当は喋りながら料理したかったんですが、この日はもうね、5人家に家族がおりましたので静かにやっております。後でアフレコしなきゃなと思いながら切っております。鶏もも肉を1枚使うんですが、できるだけブヨブヨした油とか皮は私は取ります。こういった皮の裏にべったりついた油も包丁で削いで取っていくと、すごくね、すっきりした味に仕上がりますよ。はい、そして鶏肉は少しね、大きめに切った方が食べ応えがあります。6等分か8等分ぐらいかな。ちょっと実はこの日夜に撮影してるんですよ。で、周りに家族が多くてすごい騒ぐので、ちょっと撮影が不可能になってしまいましたので、このまま続きは翌日の朝に撮りたいと思います。残念。朝になりました。撮り直しです。スパイスの説明をします。私が作ってるカレー粉のスパイスたちです。まずコリアンダーパウダー、そしてターメリックパウダー、そしてクミンパウダー、そしてパプリカパウダーを、それぞれを同量ずつブレンドしてます。これですね、だいたい大さじ1ずつぐらいね、作ってます。で、このカレー粉はスパイシーなんですけども、辛味成分が入っていないので、辛いのが好きな方は仕上げにこういったカイエンペッパーとかガラムマサラとかね、黒胡椒とかを入れてます。この4種類を同量ずつ使ったカレー粉だと、お子様でもね、召し上がれると思うので、結構ね、カレー粉によっては辛いカレー粉ってありますよね。なのでこうやって作っておくととても便利ですよ。ちなみにこういったパウダーって結構少量で高いんですよね。なので私はコリアンダーとかクミンはこうやってホールで買って、それをフードプロセッサーで砕いて粉にしてます。クミンシード、ホールのやつをね、入れてこうやってフードプロセッサーで砕いていきます。ものすごいいい香りします。結構ね、粗く引くぐらいでも大丈夫ですよ。ちょっと追加して作っておきます。コリアンダーを大さじ1、ターメリックも大さじ1、クミンパウダーも大さじ1、あ、パプリカパウダーがもう空っぽになって大さじ2分の1しかなかったんですが、パプリカパウダーに関しては大さじ1じゃなくても大さじ2分の1半量とかでも構いません。チャカ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 チャーってね、振ります。はい、出来上がり。パプリカパウダーとかターメリックはね、若干少なめでも構いません。でも私は分かりやすいので同量でいつも作ってます。主成分はクミンとコリアンダーかな。はい、ではね、フライパンを熱していきます。で、フライパンが温まったらオリーブオイルをね、ちょっと引きます。そして鶏肉、大きめに切った鶏肉の皮目をね、焼きます。もうね、皮目だけでいいんです。あまり触らずにね、皮目を焼きつけていきましょう。皮目をね、こんがりと焼いておくと美味しくなります。いい焼き目ね、皮目に焼き目がつけばもういいです。そしたらもう材料を全部入れます。ニンニク、生姜、玉ねぎ、トマト、カレー粉を大さじ1、塩を小さじ1、そう塩までね、塩まで入れたら、ここで一旦ね、混ぜます。スパイ
ースもね、少し炒めた方が美味しいので、よーいと、軽く炒めます。全体にね、油が回れば OK です。そしたらここで、ココナッツミルクを 200cc ね、200cc 入れます。ココナッツミルクね。で、混ぜる。そしてこうやってグツグツと沸騰してきたら、蓋ちっちゃい。蓋をします。はい、そして蓋をしたら中火にして10分ほど煮込んでください。たまに混ぜてね。いい香り。まあフライパンとかにもよるんだけど、弱火から中火ぐらいかな。まあ、くつくつくつっていうくらいで10分です。はい、10分経ちました。完成です。早いでしょ。ちょっと味見してみますね。めっちゃ美味しい。もしもこの時点でちょっと味が薄い場合は、蓋を取ったまま少し煮詰めるか、軽く塩を足してくださいね。やばい、皆さん絶対これ喜んでもらえる。15分ぐらいしかかかってない。で、ここで、今、辛味がないカレーなので、この状態ではお子様にも召し上がれます。まあ、多少ね、スパイスのピリッと感はあるんですけどね。で、私は辛いのが好きなんで、ここで、カイエンペッパー、ね、入れます。これ超辛いんで、少しずつね、入れてくださいね。そして、スパイスの香りを、より楽しみたい方は、ここでね、仕上げにガランマサラ。これもね、もう適量ピュッピュッピューっとね、入れて、黒胡椒をね、好みで入れましょう。こうやってね、仕上げにね、いろんなスパイス加えていくとね、楽しいですよ。なんか、ちょっとスパイスを操ってる感じ。はい。完成。で、これはだいたい2人分から3人分ぐらいあるんですが、もし大人数分作りたい時でも、まずはこの分量で作って、味を覚えてください。ね。それから倍量で作るようにしてね。倍量で作るときは、煮込み時間は少し長めになると思います。うまこのね、大きめにね、切ったね、チキンがね、いいんですよね。ゴロッと感があって。うまい。美味しい。感動、感激。お料理がね、もしね、苦手だわっていう方も、これ、ちょっと作ってみてください。私、こんなのできちゃったって思っていただけると思います。美味しい。またね、いろんなアレンジのカレーね、おそらく皆さんもカレー粉のブレンドで作られる方多いと思うので、またいろんなアレンジで作っていきたいと思います。ぜひ皆様、作ってコメントくださいね。あと、こちらのカレーピラフ、作ってくださった方から、もう大絶賛の声をいただいてます。もしよかったらね、ゴールデンウィークに作ってみてください。元気ママのレシピ本も Amazon にて、絶賛予約受付中です。本日もご視聴ありがとうございました。